それでは本日演奏していただきますのは映画グスコーブドリの伝記メインテーマ、そして生まれくる子どもたちのために2曲続けてお聴きください。主題歌ですね、映画の中ではもちろん歌が流れてくるではないかと思いますけれども、今日はインストゥルメンタルで楽器でやって